皆さんこんにちは、淡井圭介です。分譲マンションの固定資産税なんですけども、まあ当時阪神・淡路大震災、前に生まれ育ったところが、私が、生まれて育ったところがこの神戸市兵庫区東山町4丁目16の4東山コープ604なんですけども、まあ、604とか東山コープの名称はちょっと抜けてるんですけども、所有者は、祖母の浅井聖子、他、まあ、95人って書かれているのは、結局建物全体にかかっている、土地にかかっている固定資産税を、まあ、95、まあ、祖母入れて96人ということになるんですかね。まあ、96分の1と、まあ、そういうふうな形で、まあ、大体ね、これ、もともとの固定資産税かかっている金額を見たら、まあ、例えば、宅地のところですね、これはまあ建物の方だと思われます。3658万で、土地が、7316万で、これを分譲マンションだから、もう切りのええところで、まあ、これぐらいでいいんじゃないかと、まあ、いうところで、まあ、730円と。だからこれはちょっとね、表の見方、僕もプロじゃないので、年間なのか月額なのかちょっとよく分かんないんですけども、まあ、これが住宅の、まあ、分譲の一人一人のあたりの、一人一人というか一世代って言ったらいいんですかね、1826円、ここのコンマは結局、単位はここから先は1000になります。10銭20銭とか、ここはまあ5銭ですね。まあそういうことです。固定資産税というものは本当にあります。固定資産、評価証明書というものがありますんでね、これは神戸市長の院ですね。あ、違います、神戸市区長の院ですね。神戸市北区長ですね。